まあ、ロックとかもそうっすけど、上がっていくアーティストって早く死ぬと思うんですよ。まあ全然でもそんなんは嫌やなとか思ってなくて。海から出して現れた大地から生み出すこの言葉、あいつら忘れないよ元が学歴の最後ぐらいにみんなでラップしとって、で中学上がって本格的にラップしようってなって、曲作ったのが中1の後半とか、まあそこからそのオニオン君が入る前のライブに 見に行って、いや俺はこういうことやりたかったやと思って変わったっすね。ライブの時はライブで別 そのバトルとは違う自分の筋も通してライブをするんで、俺はもう全然バトル嫌いとかないんで、両立して自分の作品をこのバトルの後に広げる。でライブはライブでそのバトルのお客さんも引っ張ってこれたらいいなと思ってバトル始めてるんで、大阪の方ではなんやっぱりライブずっとしてたんで、トライアングルとかマネージャーシューマットジャグ君に作品渡して、そこからずっとライブライブおいでやライブしやとか言ってくれて、まあ、そのおかげで結構大阪での名前は広がってたんで、多分大阪の人の前におっしゃいすかないよかったから余裕やる感じで期待持ってたんで、そのおかげでベスト4も行けたのかなって感じです。大きい会場を初めてやったんで、こうものすごい緊張してて、その時に俺がそのでっかいスクリーンでオニオンくんブラックデビルきっかけっていうのを流してくださいって言ってブラックデビルで流れて、よっしゃいけるみたいな。しかもその前にそのオニオンくんとグループでカッキーくんって人がおるんですけど、その人が一瞬だけ電話かけてきて、どうしたんですかカッキーくんって客はナスビーって聞いたんですよ。それだけを言って切られて、うんで緊張感も何もなくなって、ね、やっぱ大阪の人たちには助けられてですね、先輩も結構全員なんていうんですか、なんか怒らなあかんって絶対怒ってくれるんで、あとはもう自分が悩んだ時とかも全部バックアップしてくれたりとか、俺が考えた企画とかもいいやそれやるやみたいな感じで、そうですね、オールラウンダーね、何やらしてもこいつやばいって言わしたいっていうのがあるんで、まあ、トラップの EP も作ってみたり、まあ、ビートも全部自分でトラップ組んで、それができて当たり前になったりする。できたらもう全部自分で完結させれるし、で最近やったらそれこそ名古屋のベース君って人とドリル作って、でビートも小川ウェブ組んでやったんで、もうそのドリルが一番やっぱラップ、なんか今までのラップとかドリルとかトラップの中では一番ハマってるかなって感じです。まあでもやりすぎで心配しまくられてるんですけど、まあでも なんていうんですかね、音楽に関しては結構もうコーラ出たぐらいから目の色変わってくれたんで、応援してくれて、 それで俺もレコーディングの専門学校行きたいとか言って、最初無理って感じだったんですけど、父親とその専門学校行って俺がミックスしてるの体験のやつで見た時に、こいつはほんまに音楽やりたいってなって、父親もプッシュしてくれて、そのおかげで今は全然何も言われなくなったっすね。ただ夜中に後輩呼んで騒ぎまくってるんでビート流して、それだけぶち切れられるんですけど、ワクワンでバー流しとったら上からダンみたいな、地面叩いて、うるさあボスがどんどんしてんだみたいな。おやさんが、いや姉ちゃんがボスって言うんですよ。この前とかインスタライブ中にずっとなんか、おうるさいんじゃないみたいなドア越しで言われてて、俺スクラッチでこちょくってたんですよ。あーいやーやつかってたって出したら、今つかって入ってきてレコードがチンコされて、マジですか。いつもなんか修行みたいな感じでやった時があって、3日連続で5曲ぐらい作ってた時があって、そっから多分自分の書くスペースが早くなってきて、ルーティーンとかそっちになってきてるんで、書き終わらないと俺は次のことができないっていう、ビートが引き出してくれるみたいな、バーッと入ったフレーズがこのビートに合いそうになってなったら、そのフレーズを残してそこから広げる。やっぱりリリック書く人って小説にも通じることがあると思うんですよ、そのストーリー性やったりリリックみたいな感じでクライマックスを作ったりとかも、高校3年間ぐらいはずっと小説とか読んでたんで、村上春樹の田崎作るのやつを1日1ページ読むで、多分2年とかけて読んでたんですかね。やっぱ構成的には参考になるんですよ。
チャートラック FBDJ や音の鳴り的にはやっぱ海外の方が好きなんで、うん、グリゼルダとかウェストサイドガンとか、それこそ新譜とかやったら全然昔のんとちゃうくてローファイチックな感じとかもして、うん、まあこういう感じでもやるんやこの人が、しかもラットもね、いつも通りのキレッキレやしみたいな、多分今が最高潮やと思うんですよ、そのウェストサイドガンとかのラップって、うんうんうん、常に最高潮、しかも昔の聞いてもやばい、常に最高潮を出せる人たちと同じ ところまで行きたいなと思って、自分なんていうんですかね、このままやっていけばもう自分っていうものが完成していくと思ってるんで、今まで通りのことをずっとしていけば、その勝手に成長するし、その、なんていうんですかね、道のりを楽しんでるみたいな。俺が自分にずっと音楽に熱を込めとけば、いろんな人ともリンクできるし、自分が曲作りたい人とも、いつかは作れるから。ビジョンはもう、ほんまにコーラ前ぐらいからは見えてたっすね。J-POP とかメジャーで言ったらすごい難しい話だと思うんですけど、なんかヒップホップの取り柄っていうか、そういうのもやっぱヒップホップやからできたとかなって思われるですね。まあロックとかもそうですけどね、上がっていくアーティストって早く死ぬと思うんですよ。そういうのを見てたら自分もやり詰めて高く登っていったら早く死ぬんじゃないかなと思って、まあ、全然でもそんなのは嫌やなとか思ってなくて、早く死ぬなら早く死ぬなりに早く死ぬ量の場合曲を作った方が面白いんじゃないかなと思って、ただこいつの作品一生聴いても終わらんぞみたいなのが好きなんですよね。俺的には死んだ後にそういうのが残ったいなと思って、ひたすらに曲を作ってるですね、うん、大阪の血は入ってないんですよ。で西成高校を作りに行ってたんですけど、